マジでやめて、普通に危ない。うん、待って。はい。ここの家を一回見てみますか。初めてですか。あ、初めて来ました。引っ越してから初めてですか。前の家って。前の家は知らないです。私一回もローラーに来たお二方の僕関係性が分かんないんでちょっと質問が失礼かもしれないですけどなんかうち何かあったみたいな。すいません。しかもマネージャーさんの前でやめて。あそうです、失礼しました、すいません。あの当たり前に前の家は行ったっていう手で僕行ってしまって、普通はなんか家なんだけどね。いや、どう見ても普通の家じゃないでしょ。まあバールエロいな独身用の家だよね、これね。そう、ここがバールーム。鏡がすごすぎて、メイクダウンスしやすいですね。うん、メイクダウンしやすい。うん、しやすいですね。で、ここがこれ結構アニメとかね、見たりとかしてるんだよね。映画館仕様みたいになってて、あれでも疲れません？腰。え、そうなんだよね。ですよね。めっちゃ疲れる。ですよね。私すっごい気になってたんですよ。YouTube 見て、あれ絶対腰痛くなるやつじゃんと思って。形から入るタイプだからさ。なるほど。で、ここがベッドルームね。うわー、出たー。ちょっと休まるこれ、本当に。女の子的にどうこれ？なし？週1ならいい。いや、週1ならいい。週1ならいい。え、じゃあなんかさ、ちょっと男の人といい感じになったとして、はいはい、で、ちょっと、まあ3ヶ月ぐらい付き合って、じゃあいよいよ家行こうかってなって、はい、これでしょ、これだったら、やばいとこですよ、なる。いや、一生本当にここの、ここが家で正解かなって思います。そうだよね、はい、なっちゃうよね。なっちゃいますね、ちょっと、ちょっとなんて言うんですかね、ラブホ感がすごい。いつも一人でこうね、入ってきて、一人でこう入って、まあ、唯一ここ寝室来たのはお母さんだから、まあリカリカ2人目だね。おいおいリアルに。うまいなぁ。あ、そこだ。何なの？うわぁ、やってんなぁ。やってんなぁ。ここからこう直結だから。やってんなぁ。やってないよ、本当に。本当に最初に言ってるけど、うん、想像絶するぐらいに料理がダメだから、うん、アクアパッタとか作れるんだけどね。え、それができたら。でも和食もさ、うん、やってなかったから。でも和食のイメージがなくて。今日は何を教えるんですか。あ、はい、手羽元と大根の煮物を教えようかと思います。煮物、絶対煮物とか食べなさそうじゃん。食べるよ、意外が作ったら。これ作ったらってことは普段食べないってことでしょ。さっきマネージャーさんが言ってたのが、やっぱ料理できる男はかっこいいですよ。いや、本当にそれはね、本当にプラスのポイント。プラスなんだ。マジでプラスのポイント。それってなんかさ、うん、男としての魅力っていうなんか同性とかも含め総合的な魅力じゃん。いや、子供が生まれた時に、じゃあもし自分が、私が料理できなかったらどうする、子供にご飯食べさせられますっていう話じゃないですか。ああ、そういう意味で総合力やって。そうよし、じゃあこれをまずはここいらないよね。うん、いらないところ切って。うん、そのさじ加減は俺次第だよね。OK、うん、さじ加減俺次第でいいよ。うん、いや、俺結構この辺からちょっといっちゃうな。 OK、いいよいいよ。うん、これは大丈夫だね。じゃあこれはやろう。じゃあ向いてって。俺女の子にさ、料理作ってほしいとかさ、うん、マジでないんだよね。なんかできないのも可愛いなと思っちゃう。なんで？結構好き、なんかいいんだ、それはそれで。うん、俺何もできない女の子結構好きで。できない女の子だから多分ダメ女を作っちゃうタイプなんだろうね。作っちゃうんだ。うん、え、でもそれはまあ女性側からしたらありがたいけどな。そうだ、なんか釣った魚に餌やらねえって言葉あんじゃん、うん、よく結構間違いだと思ってて、俺男って釣った魚に水もやれないのが男だと思ってるからさ。いや、それは間違いない。そう、最初だけなの頑張るのは。ほんと最初しか頑張んないよね、あれなんで。わかんない、なんでだろう。ほんとできました。来ました。だから男は安心させるとダメになるのよ。でもさ、女の子ってさ、安心した方が魅力的になるじゃん。そうだね。うん、だからそこの差よね。火にかけてください。 OK。 そしたら、うん、あの鶏肉をザルの上に、うん、
これね。うん。うわ、なんか同性感すごいわ、これ。なんかテンション上がるわ。もうやめようみたいな気がないの。え、全然ある。あるんだ。つい最近も思った。マジで結構タイムリーだな。まあ結構リアル。あんま言えないやつだよね。結構リアルなんだけど、ね、楽しいんだけど、うん、最近達成感得られてなくて、達成感を得られないと楽しくないじゃん、仕事って。ああ、わかるわかる。やりきったらがないんだ。そう。あっていうと、もといろんな番組にも申し訳なくなるから、何とも言えないんだけど、それでなんかどうしようって。でも、ね、達成感がないのって、うん、俺悪いことじゃないと思ってて、うん、自分に対してのハードルが高くなってる証拠だから。あ、そういうことかな。そうそう、マンネリしてるとも取れるけど、自分に課せられる、うん、これだったら自分のこと褒めてあげていいなと思うラインが上がった証拠なんだ。そう、俺は思う。なんか可愛いことでコメント、いいコメント言えないイメージで、でいいコメント言える人は正直あんま可愛くないっていうなんかイメージがあって、いやいや本当に、ね、失礼なんですけども、ね、そういうなんかまあまあ俺という気分が長いからさ、一視聴者として見たら、リカリカの場合はめっちゃ可愛いティーカッププードルがただ可愛いだけだと思ってたら、こう不審者が来た時にめっちゃ吠えて追い返したみたいな、え、そのパターンもあるのみたいな。そんなに、どっちもいけんだなみたいな。じゃないよ。なんかさ、こう気の利いたコメントできるじゃん。できないよ。できなくて悩んでるもんだもん。そうだ、うん。でこれ同年代って俺サッシーかリカリカだと思うの。いや、サッシーすごすぎるじゃん。サッシーすごいけどね。すごいじゃん。でも近い感じだと思うよ。雰囲気的にはなんかどっちもできるなっていう。結構トレーニング頑張ってて。もうそれ以上やらなくて。やっぱやりすぎかな。細い方がいい。細すぎるのも私は嫌だったんですけど。ああ、なんかムキムキすぎるのもちょっとなる。ちょっとやりすぎた。十分。そっか、やっぱさ、女の子もさ、めっちゃ痩せたがるじゃん。うん。でも俺、あ、でもそれと一緒。いや、そう、なんか細ければ細い方がいいと思うでしょ。なあ、確かに。男目線で言うと、やっぱあんま細すぎるのってみんな言うじゃん。それって、でもそのレベルが分かんない。どこまでが細くて、どこまでが、うん、そのちょうどいいレベルかが分かんないの。リカリカに関してはもうちょいハイカロリーのものとか食べさせた。私、結構、だから今マックスで太ってるの。マジで？うん。何キロ何キロ？デリカシーないよね。まあ全然言えるけど、私。全然言えるけど。まあまあまあ、内緒で内緒で。でもなんか、健康的な方が俺は需要があると思うから、そのメディア映えは分かんないけど。メディア映えしないのよ、やっぱこれって。でも、なんか男受けで考えたら、絶対痩せすぎない方がいい。本当？うん。白だしちょっとで。そうなんですよ。オッケーオッケー。ちょっとでね。そういうまま多めに入れていいよ。そうそうそう、多めにね。これぐらい入れてね。うんうんうん。そうそうそう。私砂糖家になくて、蜂蜜入れるんですよ。あ、リカリカ式？はい。あんまり甘いの好きじゃなくて。うんうん。これホリプロの何をされてる方なんですか、これは。今は誰のものにかかる？全然わかんなかった。マジ？もう一回もう一回。あんたもこれは何をされてるか。あ、なるほどね。アッコさんね。アッコさん、ホリプロで会う？アッコさんあんまり会わない。会わないんだ。ただ、うん、事務所の前に、うん、大の大人、すっごい偉い大人がブワッて並んでる時は、うん、アッコさん来るなって。受けるんだけど。あー、いい匂い。洗い物してるイメージだな。洗い物、うん、してな、自分でもうハウスキーパーにやってもらってる。嘘でしょ。マジで。スポンジとかないの？スポンジあるよ、ここにあるんだけど、あれどこだっけな、この辺にある、これが。いや、洗いにくい、しかもブラシだけやし。こんなん私見たことないよ、あんまり。どうしたの？これはもう、ちゃんとここ専用の、こうやって いじっちゃったこだわりある。こだわりある。いじっちゃった。全部せいでやってバレたわ。あるんですよ、バランスがいいから。まだ全然なんだよな。もうちょい透明になりたいんだよな、大根は。じゃあまあいいじゃん、透明にしよう。いや、めちゃくちゃいいよ。本当？めっちゃいいわ。すき焼きのタレすごくない？すごいね。万能でしょ。ああ、何でも合うから。こうやって煮物に入れときゃなんとかなる。うわ、すげえわ、まあ、めっちゃいいっすよ。皆さん、これ料理人こうやるか。
ちょっとダサい。ダサいんだよね、そう、俺も思ったよ。ちょっと鏡でね、観察者でね、聞いてた自分で。これね。あ、すごい。うん。急に。じゃあ、お父さんもちょっと。あ、いいんですか。デスコートしますよ。ね、大丈夫。童貞が。童貞が。昼だけど。急？誘い方下手くそすぎるんだけど、本当に。ベッド行くって言われ、なんか、童貞じゃん。そう、ほんとそうですよ。しかも昼間だからね。どんだけ性欲強いやつみたいな。確かに。どうぞ。はいはい、ありがとうございます、ほんと。あ、すいません。同棲したらこういう生活になるんだ。なんか全然変わるんだろうな。この辺はね、もっとそっち系の仕事してた。確かに。ちょっとうまくかけてほしい。さすが。パークリングだ。うん。そうだね。ああ。いや、あんな風に開けるシャンパンある？ないと思う。初めて。美味しい。でも美味しい美味しい。よかったよかった。飲みやすい。うん。白ワインだと思ってた。はい、いただきます。いただきます。うんうん、おいしい。おいしい、染み込んでる。うん、普通においしい。うん、よくない。てかこれめっちゃ甘いね、このシャンパン。そうだよ、だから甘いって言ったじゃん。めっちゃ甘いんだよね、これさ。これすごいね。マジでジュース。理想のデートプランとかないの？でもドライブデートしたい。あー、ドライブデートね。うん、あー、いいね。うん、ドライブデートはマジでガチの密室だから、うん、アトラクションに頼れないじゃん。あー、なるほどね。だから本当に男の器量見えるから、俺ドライブデートが一番男の本性見れると思います。だから渋滞とかで切れるやつとかは、うん、本当はあの何かあった時に手を挙げるやつだね。本当に？いや、本当にこれマジで当たってると思う。マジか。キャンプの人間性みたいな。虫に…虫苦手。虫苦手できるか。虫得意だから。あ、そっか。そ、男の、とっさの時の対応力、うん、これね、あの虫出た時、めっちゃわかるよ。確かにゴキブリとかやる。そうそうそう。だからその時、こう女の子を縦にするタイプとかいるじゃん。うん、あれはね、いざチンピラとかに絡まれた時に、うん、あの女の子を縦にするタイプで。かっこいいな。まあ、こっち系でも結構得意だから。無事じゃなかった。うわ、待って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 、すいません、そこ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 。あ、これですね。すいません、言わせます。反応がやばい。匂いし多いんですよね。反応がやばい。どうしよう。正直です。私ね、それで前やったの。どんなやつ。私東京で初めてゴキブリ出て、はぁってどうしようってなってて、ようやく吸い込めた。でも吸い込めたらこれどうしようって。それ捨てなきゃいけないよね。そう、でダイソンだったの。見えんの、ここで回ってる。うわぁ、めっちゃ下手。俺でも正直ですよ。じゃあ、リカ探せてです。やってくる。やるやるやる。新しいのか。掃除機を。掃除機か。じゃあ、 あのゴキブリごと掃除機してるってこと。ゴキブリごと捨てるね。でも、あの、生きてんだよ。うん、死なないの。そうそうそう。はい。あ、やべえ。え、これマジで史上最高やばいっす。なんかすごいやばいよ。見てるのに。私はちょっと一押しからでいいですか。